こんにちは、脱サラして自由な金持ちへの先導者品川光平です。今から私が言う2つに当てはまる方はぜひこの動画をご覧ください。1つ目が副業で、月収30万円をゲットしたいと思っている方、あなたが会社員だったり、主婦の方だったりっていう状態で、メインの仕事以外に副業で収入が欲しいな、できれば30万ぐらい欲しいなと、もし思ってればぜひご覧ください。2つ目が脱サラをしたい、独立をしたい、起業したい、今会社などにお勤めで、その会社をいずれ辞めてですね、自分の力で収入を得たい、やりたいことにチャレンジしたい、後悔のないような人生を送りたい、そのように思っている方はぜひご覧ください。私が、この動画でですね、お伝えしている情報というのは、輸入転売っていう、ビジネスね、ビジネスがありまして、初心者に最も簡単なビジネスモデルです。そのやり方をですね、この動画などを通して、発信していってるんですけども、この方法でですね、今の会社をいきなり辞めるとかではなくて、まずは副業から、少しずつ収入を得ていくと。ですからそのリスク、危険なリスクを背負うのではなくて、副業で少しずつ収入を増やすっていうことですね。でイメージとしては最初の1ヶ月で、3万円ぐらいを目指します。収入ですね、利益です。で、それが達成できたら、次でですね、結構早く、10万ぐらいは多分いけると思います。で、その後、使える時間にもよりますけども、10万ができたら、20万、30万というふうにステップアップしていきます。でめちゃくちゃ早い人はですね、初めて2ヶ月目に26万円の収入を手にした人がいます。で、そういった情報をですね、この動画などを通して発信していきますので、ぜひチャンネル登録などしていただければと思います。ただ、こういったビジネスの情報っていうのは、あまりにもこう広まってしまうと、その価値が低くなってしまうというか、実際それを使っている人が真似されてしまうっていうのはちょっとマイナスになるので申し訳ないんですけれども、ちょっとこの情報はオープンにしたくないなっていうものに関しては、メールマガジンですね、無料のメールマガジンの方に、流したいと思いますので、もしそういった情報、お得な情報をゲットしたいよっていう方は、メルマガの方に、登録していただければと思います。YouTube のチャンネル登録だけだとちょっとそこまでの、情報はちょっと流せないので、メルマガの方で流したいと思います。今私はですね、脱サラをして、1年、ちょっとぐらい経ってですね、自由なライフスタイルを、なんとか築けています。子供たちとの時間だったり、家族の時間を大切にして、親孝行、まだ両親とも健在なんですけれども、親が亡くなる前にこう、死んじゃってからじゃね、親孝行できないんで、そういう、機会を作ったりとか、自分がやりたいことにチャレンジするっていう、そういう、ことができてます。決してその高級車に乗ったりとか、そういう豪遊したりっていうのはそんなに興味がないんでやってないんですけども、海外旅行ですね、自分の経験になるようなものは、すごく好きなので、いつもですね、月に1回ぐらいは海外に行って、経験をして仕事をしながらですね、そういう生活をしています。で、私がこの輸入転売っていうビジネスをやっていてですね、偶然に発見してしまった、ものがアイデアがあってですね、この輸入転売で、商品を、購入したりしてるのでですね、自動的に、航空会社のマイルですねがすごい勢いで貯まるっていうことに気づいたんですね。なので、毎月海外に行ってても実は飛行機代は、ほぼタダで行ってます。ですからそういったですね、自動的にマイルが貯まるような、システム、毎月海外旅行に行けるようなシステムも、そのメルマガの方で、順番にですね、すぐにではないんですけども、順を追って解説していっています。ですので、ぜひ、メルマガの登録をお願いします。メルマガの宣伝になったんですけども、あなたのですね、
後悔しない人生を送るようにですね、活用していただければ幸いです。それではありがとうございました。